ちらは少し前にオクラの実とか枝とかカルス NCR と菜種油かすを入れて再生した土です。同じプランターで2つやっていて、今この鉢をこの金だらいに開けました。以前見た時はオクラの実とか枝とかがまだ割としっかり残っていたんですが、今見るともうほとんど分解されているみたいです。あんなに太かった枝がなくなっています。とてもふかふかでいい感じの土です。この土を使って球根を植えていこうと思うので、元肥と殺虫剤、あとはちょっと球根を植えるにはもう少し粒々感が欲しいかなと思うので鹿沼土を混ぜていきます。あと私は何かにつけてクンタン入れるのが好きなので、これも混ぜていきます。はい、こんな感じで鹿沼土、クンタン、元肥、殺虫剤入れましたので混ぜていきます。資材を混ぜた分量が増えたので、もともとこのプランター2つ分だった再生した土がこのぐらい量が増えました。本当にふかふかで、もちろん匂いも嫌な匂いもないですし、握るとまとまりますけど、触るとホロホロっと崩れます。水はけの良さそうな球根植えるにはなかなかいい土ができたんじゃないかなと満足です。やっぱりカルス NCR いいですね。はい、これで球根をいよいよ植え付けていきます。こちらには白系の球根、こちらはピンク紫系とちょっとブルーも入っていますけど植えていきたいと思います。水やりを忘れないように、こちらに夏越してきたシレネがありますので、これを上に植えていこうかなって思っています。球根を植えるので別の入れ物にこんな感じで土を避けました。こちらカインズで買った寄せ植えのボリュームパックなんですが、この裏面を見ると鉢植えの場合クロッカスは頭を少し表面から出すように、チューリップ、ムスカリ、ヒヤシンス、シラー、チオノドクサ、スイセン、プシュキニア、アイリスは球根の上に軽く土がかぶる程度の植え付けで OK です。鉢植えは土がかぶっている程度で大丈夫です。十分に根が張ることができる深さを確保することが重要です。この絵を見るとクロッカス以外は3センチ程度土がかぶればいいみたいな感じですね。私今までチューリップの上にビオラを植えたりして、まあ、ダブルデッカーっていうのかな、そういうのやったんですけど、あんまりうまくいった試しがなくて、それって多分深く植えすぎていたのかなって思います。よく球根何個分とか聞いていたので、こんな3センチよりも全然深く植えてたんですよね。そうするとなかなか芽が出てこなくてビオラに埋もれてしまって、すごい低い位置で咲いちゃったりとか、うまくいった試しがなかったんですけど、こんな浅くていいんですね。ということで早速球根を並べていきたいと思います。一番後ろのこの3つがこの白いチューリップ、このだいたい2列に植えたのがこちらのダッチアイリス、ホワイトバンフリート、この大きいのがこの水仙、ウォッチアップっていう水仙みたいです。これですね、このフリフリの水仙。この水仙の間のこの細かいのがこちらのオオニソガラム、バランサエ、はい、水仙2種類あったので配置を変えました。こちらがこのカインズのボリュームパックに入っていた水仙、これですね。右側のこの茶色っぽい2つ、これがエルリッチャーっていう、これアーリーチアらしいんですけど、本来はこういうとっても可愛い八重咲きの水仙です。草咲き方向っていう、とっても私期待してるんですけど、この白い水仙で、この白っぽい2つがこちらのヒヤシンスです。はい、ここでちょっとミスったことに気づいたので、この小球根一回拾い上げます。で、土を少し入れてから小球根は浅めに植えたいと思います。大きな球根の上に土をかぶせて、その上に小球根並べました。こちらがオオニソガラム、バランサエで、このちょっと大きめのこれがムスカリのホワイトマジックで、あとは手前にスノードロップとクロッカスも入れていきます。はい、小球根を配置しました。オオニソガラムとこの辺がムスカリで、手前がクロッカスです。
クロッカス、もうすでに芽が出ています。あとこちらのシレネ2つに分けてこんな風に置いてみました。これで土をかぶせていきます。はい、できました。あとは水をかけていきます。はい、チューリップ並べました。こちらのラップトップとキャンディープリンスっていうチューリップとキャンディーラブっていう草咲きのチューリップで、草丈が微妙で40〜50cmと35〜45cmなので、ちょっとどっちが草丈高く咲くかよく分からなかったので、前後ではなくて左右で並べてみました。こちらの若干大きめの方が一重咲きの方で、こちら側が草咲きの方です。でこれで土をかぶせて、であとは小球根のクロッカスとムスカリ、このプスキニアっていうのも入れてみたいと思います。手前の芽が出ているのがクロッカスのブルーホライゾンミックスで、この白っぽい細かいのがプスキニアのリバノチカで、この3つ、これがムスカリのピンクサンライズ、たった3球しか入ってなかったんですよね。あとはシレネのユニフローラ、これを入れました。土をかぶせていきます。こんな感じで球根の植え付け、プランター2つ分できました。今日はこちらの日本片栗、これも植え付けしていきたいと思います。培養土に腐葉土等の有機質をよく混ぜって書いてあるので、こちらの完熟腐葉土、これを少し入れて混ぜて使いたいと思います。はい、今袋から出してみました。片栗の球根って初めて見ました。こんななんですね。細長い4号鉢に1球ってなってるんですけど、ちょっと今日はこちらの5号ぐらいの鉢に3球植えちゃいたいと思います。1つの鉢に3球植えちゃいました。何か不都合があったらその時にまた考えたいと思います。